M32 戦車回収車、M32 戦車回収車、m 十二 t r v タンク、リカバリービヒクルは、アメリカ合衆国の走行回収車である。M32 アーブ、アーマードリカバリービヒクルとも呼ばれる。本項目では、発展型の M74TRV についても、合わせて解説する。m 中戦車の車体を流用した、回収車で、 気候部隊に追随し、故障もしくは損傷した戦車の救出、応急修理を行うための装備である。第二次世界大戦後半朝鮮戦争にかけて使用され、第二次大戦後は M4 がアメリカ軍のほか、世界各国に供与されたのと合わせて M32 も広く世界各国に供与された。重砲圏引用の高速牽引車の不足を補うため、 回収装備を撤去した M34 装甲牽引車、M34 プライムムーバーに改装された車両が、少数生産されている。M4 中戦車が正式化されることに合わせ、M3 中戦車改造の M31 戦車、回収車の後継として G-185 の計画名称で開発された。1943年には、 T5 の名称が与えられた試作車の仕様が固まり、機体車両の M4 はエンジンの形式の際により多くのバリエーションがあったため、T5 もエンジンの形式の異なる各種の試作車が製作され、1943年12月9日には M32 の名称で正式化された。1943年12月には最初の量産型である、 M32 バイト1の生産、もしくは既存者よりの改造が開始され、1945年の大戦終結までに、各形式を合わせて、約1500両が心臓もしくは M4 よりの改造によりなされた。初期生産者を実践で運用した結果に基づき、後期の生産者にはいくつかの改良が加えられている。舞台配備は1944年3月より開始され、 M4 及び M4 の派生型車両を装備する部隊に配備が進められたが、第二次世界大戦中にはすべての部隊で M31 との更新が完了せず、M31 と M32 は並行して装備された。現場では M32 よりも M31 の方が使い勝手が良い、との評価もあった。第二次大戦後は朝鮮戦争でも用いられ、 アメリカ軍では1950年代初頭に、後継の M74 装甲回収車が正式化され、1950年代に順次置き換えられるまで主力装甲回収車として装備されていた。M4 が、周辺部隊も含めて完全に退役し、合わせて M32 の前者が退役したのは朝鮮戦争後の1950年代今のことである。 大戦後、M4 が世界各国に供与されたのと合わせて、M32 も広く世界各国に供与され、それらの国では長らく使われた。退役後、民間に払い下げられて、早期式のクレーン車や重検印車として使わされたものも存在する。陸上自衛隊にも1954年より80両が M4A3E8 と共に供与され、M4 以外の車両を装備する戦車。 自走砲部隊でも広く用いられた。中古車両のため状態の悪いものが多いことと、空冷性型ガソリンエンジンは、発火事故が多発するために、部隊での運用には困難が多く、1960年代も半ばを過ぎると予備部品の調達に難を生ま、稼働率の維持に苦労したが、陸上自衛隊唯一の戦車回収者として、気候化の部隊運用を支えて活躍した。 国産の61式戦車が開発、導入されると61式の派生型として70式戦車回収車が開発されたが、予算不足のために少数生産に終わったため、M32 はその後も1970年代を通して使用され、1980年をもって全車が退役した。M4 中戦車の砲塔を撤去して、車体内部にウインチを増設、上面に、 演習場の開口部と M4 の初期型のものと同じ、社長用ハッチを備えた順、オープントップの砲塔型戦闘室、旋回はできないおのし、A フレーム型と呼ばれる全長18フィート、約5.5メートルの枠形クレームを装備したもので、クレームの軌道は、基部右側の軌道ワイヤー引き掛け部を、右軌道輪外側に、装備されているボンに、ワイヤーで結んだ状態で車両が前、 更新することによって行われる。クレーンは先端部に小型の A フレーム型支持脚を備えており、これを車体に結合することで後方に倒した状態でも用いることができた。原因用ウィンチは最大で6万ポンド27.22トンの原因力を発揮でき、クレーンは展開した状態で最大3万ポンド13.61トンの物体を釣り上げることができ、 2万ポンド 9,072kg までのものを吊り上げたまま移動することができた。なお、クレーンで1万ポンド 4,536kg 以上のものを吊り下げる場合には、左右3つのサスペンションボギーのうち最前部と最後部を固定する必要があり、そのための固定機構を装備している。クレーンの他に、大小2種類の棒型ケイング、ダロバーと呼ばれるお備え。 車体全部及び後部には牽員用のピントルフックが装備されている。車両の任務性格上、車体や戦闘室の側面には各種予備部品が搭載され、各所に工具箱や備品箱が増設されている。ピントルフックを用いた場合の牽引力は最大72000ポンド32.66トンである。戦闘中に回収作業を行う状況に備え、 戦闘室天面の開口部には 12.7mm 重機関銃、M2 のリングマウント式銃化を装備し、車体上部正面には円幕弾投射用の M260mm もしくは M181mm 迫撃砲、蛍光弾数30発を搭載している。車体全部右側の 7.62mm 重機関銃、M1919 用の車体機銃用、ボールマウントは、 ほとんどの車両にそのまま装備されているが、車体基準自体は装備していない車両が多い。また、戦後にアメリカ軍以外で使用された車両では、煙幕展開用に迫撃砲ではなく、専用の煙幕弾発射装置を追加装備しているものが多い。回収装備以外の部分は、基本的に M4 と同一だが、機体となった M4 の使用が機にわたっているのと同様に、 車体や喧嘩装置、エンジンの形式に多くのバリエーションがあり、M4 がそうであったように修理の過程で各所の仕様が混在しているものも多い。供与された国で独自に各形式の仕様を混在して改良された車両も数多く存在する。VVSS、垂直渦巻きスプリング式サスペンション型喧嘩装置を装備する車両から改造されたものは後に、HVSS、 水平渦巻きスプリング式サスペンション型の喧嘩装置に乾燥しているものあり、それらはそれぞれと呼ばれる。また、第二次世界大戦後も使用された車両の多くには、M32A に準じた回収が行われており、M32A と同様に戦闘室前面のウインチワイヤー繰り出し部が拡大されているほか、クレーンが気筒ワイヤー引き掛け部のないものに交換されている。 イギリス軍及びイギリス連邦軍に供給された M32 はシャーマンアーブ3の名称で呼ばれている。また、イスラエルでは M4 中戦車を独自改良した M150 スーパーシャーマンの各型を M3 に準拠した戦車回収車に改造した車両も使われており、これらの車両も M32 と呼称されている。第二次世界大戦後。 アメリカ軍の主力戦車が M4 中戦車からより、大型で重い M26、M46 に更新されたことに合わせ、M26 の車体を用いた装甲回収車として、T12TRV が開発されたものの、量されなかったため、M32 の後継として、基本的な構成は、ほぼ同じだがベースとなる車体を M4A3E8 型に統一し、 回収用機材の能力を強化した M74 戦車回収車 M74TRV 短期リカブリービヒクル M74ARV アーマードリカバリービヒクルとも呼ばれるが開発されている T74 の試作名称で M32 バイト3の喧嘩装置を HVSS 型に換装した車両 M32A1 バイト3より開発され1952年に M74TRV として正式化された。1954年から1955年にかけて約1000両が生産されたほか、1958年までに少数が既存の M32 バイト3より改造されて製造されており、これらは M74 バイト1の形式番号で呼ばれる。百五十四年二月より主に m 十七を装備する部隊に配備され、 アメリカ軍以外にもいくつかの西側諸国に供与された。後に、スペインなどではエンジンを、デトロイトディーゼル射程 8V-71T に、ストローク V 型8気筒液冷ディーゼルエンジン、405馬力に換装する改良が行われている。アメリカ軍ではさらに大型大重量の M48 が開発されたことに伴い、M48 の回収車型である M88、 走行回収車に更新される形で1960年代、半ばから退役が進んだが、アメリカ軍以外で使用された車両には1980年代まで、現役で使用されたものも存在する。また、M32 同様に民間に払い下げられて、早期式のクレーン車や、重検員車としても使用されている。M74 は M32 と同様の構造を持つが、 釣り場用と牽引用の2機のウインチを持ち、クレーンの釣り場能力を、静止5万5千ポンド、24.95トン、移動2万5千ポンド、11.34トン、周インチの牽引能力を9万ポンド、42.83トンに強化し、クレーンの機等を油圧シリンダーを用いた動力作動式に改良、車体全面に作業時の安定性向上のために、中隙、数道装備している。 全消灯などの細部装備品も更新され、赤外線前消灯と暗視装置を装備している。戦闘室上面は開口部のない密閉型となり、M4A3E8 の砲塔に装備されているものに類似した機銃マウント付きキューポラを装備している。このほか、戦闘室前面が円筒形状から角型形状となり、牽引能力1万ポンド4.5トン。 吊り下げ能力2000ポンド9 0 0ラムを持つ油圧駆動支給インチが装備された。このウインチは汎用として様々な用途に用いられ、中敷の展開、収納にも使用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。